皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。預言者エゼキエルに次々に主の言葉が語られます。神様の心、神様の思いを伝えるということは、なんと辛く勇気のいる働きだろうかと考えさせられます。自分にはできるだろうか。語るときに群れにとって都合が悪いことならば、水増しして語るのではないだろうかと自分で自分を疑ってしまいそうです。今日は10月8日、聖書箇所はエゼキエル書17章1節から10節。タイトルは、自分に良いことではなく神様の御心を選びましょう。今日も御言葉から学んでまいりましょう。エゼキエル書17章1節から10節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家に謎をかけ、例えを語り、神である主はこう仰せられると言え。大きな翼、長い羽、色とりどりの豊かな羽毛の大鷲がレバノンに飛んできて、杉の小杖を取り、その若枝の先を摘み取り、それを商業の地へ運び、商人の町に置いた。ついで、その地の種も取ってきて、肥えた土地に植え、豊かな水のそばに柳のように植えた。それは成長し、竹は低いが、よくはびこるぶどうの木となった。その枝はわしの方に向き、その根はわしの下に張り、こうしてぶどうの木となって枝を伸ばし、若枝を出した。さて、もう一羽の大きな翼と豊かな羽毛を持つ大鷲がいた。見よ、このぶどうの木は潤いを得るために、根をそのわしの方に向けて伸ばし、その枝を自分が植わっているところから、そのわしの方に伸ばした。このぶどうの木は枝を伸ばし、実を結び、見事なぶどうの木となるために、水の豊かな余市に植え付けられていた。神である主はこう仰せられるといえ、それは栄えている。しかし、主はその根を抜き取り、その実を摘み取り、芽のついた若枝をことごとく枯らしてしまわないだろうか。それは枯れる。それを根こそぎ引き抜くのに、大きな力や多くの軍勢を必要としない。見よ、それが移し植えられたら栄えるだろうか。東風がそれに吹きつけると、それはすっかり枯れてしまわないだろうか。その芽を出した苗床で、それは枯れてしまう。子供の前に2本の手を伸ばして、その手に持っているもののどちらが欲しいかと選ばせてみたとしましょう。一方の手は聖書を持っていて、その聖書を差し出すように出します。もう一方の手にはキャンディーをいくつか握って前に差し出します。そんな2本の手を目の前に差し出されて、子供はどちらを選ぶでしょうか。いや、あなたはどちらを選ぶでしょうか。キャンディーの方に手を伸ばすという人がやっぱり普通に考えたら多いかなと思うのです。エゼキエルが聞いた主の言葉は、何とも難解な言葉であったと思います。一体何を指して語っているのだろうかと思われます。最初に出てくる大鷲は、バビロンの王ネブカデネザル。
ユダの王国を捕囚の民としたバビロンです。ユダ王国はその末期にエホヤキン王がバビロンに追従して多少なりとも繁栄を見ました。次の王ゼレキアも当初はバビロンに追従していました。しかし次なる大鷲が登場します。エジプトです。エジプトが勢力を拡大してきてイスラエルに近づくと、ゼデキヤ王はバビロンを捨ててエジプトへと寝返ってしまうということです。するとどうでしょうか。バビロンはユダをその権威の下で繁栄を許されていましたが、エジプトに寝返っていこうとした結果、ユダ王国を完全に滅ぼされるということにするのです。9節10節で枯らしてしまわないだろうか、枯れてしまわないだろうかと疑問符で投げかけられていますが、神はユダ王国を枯らしてしまうことができるお方です。事実そうするということを言っているわけです。バビロンの捕囚の民として神の裁きを受けていたユダ王国です。捕囚の民という立場にあっても、主はバビロンに寛容な心を備えてくださり、完全に滅ぼすことはなかったのです。悔い改めて立ち返る日をバビロンのもとで待っていたのです。しかしユダ王国は力をつけてきたエジプトに頼ろうとしました。それが神様の心に触れてしまったのです。エジプトに頼るのではなく、悔い改めて主により頼んでほしかったのです。だから神は完全にユダ王国を滅亡させることにしたのです。私たちは罪の世の中にあっても、キリスト者としてまた教会として多少の繁栄をいただいています。神はこの日本のキリスト教会が真に主に立ち返って主により頼む日を待っておられるのです。しかし私たちがより頼む選択を委ねられています。私たちの意思を持って主により頼むのか、それとも別の力、別の豊かさを提供してくれる何かに頼ろうとするのか、選択を迫られているのです。はじめの例えに戻りましょう。一方の手には主の御言葉である聖書が差し出されています。もう一方の手にはキャンディーが数個握られています。私たちはいとも簡単に美味しそうなキャンディーの方に手を伸ばしてしまうのです。聖書はキャンディーを舐めていながらでも後で読めてしまうでしょう。自分にとって甘くて美味しい方を先に選ぶ、この選択を間違えるとその結果は明らかです。主はわずかな豊かさを保っていた私たちを根こそぎ切り取り、身を摘み取り、若枝も枯らしてしまって私たちを滅ぼすことのできるお方です。東風を持って吹き飛ばしてしまうお方です。しかし私たちはそんな主の道からを前にしていても、主により頼まないで美味しそうなものを、この世の富を、この世の力、この世の方法により頼まないで、より頼んでいってしまってはいないでしょうか。自分にとって良いと思うことを選ぶことは簡単です。しかしそれが主の御心であるとは必ずしも言えないのです。主の恵みの中で保たれている今だからこそ、はっきりと主に立ち返る姿勢を表して、主のくださる繁栄をいただこうではありませんか。
神様から離れてしまう人生が虚しいように、神様から離れた教会は虚しく衰退していくことでしょう。神様はそんな教会を滅ぼすことはせず、忍耐をもって悔い改め主により頼むことを待っておられます。いや、それは教会という抽象的な、また個のない集団ではなく、本当はあなた自身が全く主により頼むようにと立ち返ることを待っておられるのではないでしょうか。主により頼むことから目を背けさせる、この世の目に映るさまざまな誘惑を乗り越えて、自分にとっておいしいことではなく、主の御心は何かを祈り求めてより頼んでいかなければならないのではないでしょうか。お祈りしましょう。主よ、あなたの御声を聞かせてください。主よ、あなたの御心を教えてください。私たちはそれに聞き従います。私たちの目を惑わし耳を塞ぐこの世の富と繁栄とを捨てて、主よ、あなたにより頼みます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。